阪神甲子園球場です。阪神タイガース対読売ジャイアンツ、このゲームの模様をお送りいたします。タイガースの先発は右の西、対するジャイアンツの先発は右のサンチェス、以上の両先発。さあ、間もなく試合開始となります。右の西、マウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。まずは1回の表、トップバッターは松原、背番号31。第9、初球から打ってった、当たり損ねのサードゴロ、あっと落とした。記録はファーストのエラー、ファーストのエラーです。セカンド若林、背番号37。投げた、あっとショーフライになった、バッターアウト。右バッターボックスは坂本、第3球を投げた、打ちました、ファール。次が4球目、投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。サード岡本、背番号25。第3球を投げた、高速シュート、ボール、インローへ。第4球を投げました、高速スライダー、見逃し三振。リプレイをご覧ください。西、今日はまずまずの立ち上がりです。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは丸、第9、投げました、変化球ストライク、低め、まずは入れてきました、打ちました、引っ掛けた、一二塁間への当たり、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは6番ウィーラー、背番号48。第6球を投げました、外角低めいっぱい、見逃し三振。キャッチャー大城、背番号24。第2球投げました、高速スライダー、見送ってストライク、投げました、空振り。第4球を投げた、インコース低めいっぱい、見逃し三振。西、最後は見逃し三振に仕留めました。2回の表が終わって0対0です。0対0で迎える2回です。バッターは梅野、背番号2。第9、投げた、直球ストライク、いきなり155キロ。第2球、投げた、見送ってストライク、バッター追い込まれました。投球は3球目、投げた、見送ってボール。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、ヒット。梅野、二塁も狙う、梅野ツーベースヒット、タイガース先制のチャンスを迎えます。バッターはピッチャー西、背番号16。第9、危ない球、投球これから2球目ストライク。第3球を投げました、真ん中に決まった、ストライク。第4球を投げました、危ない球、次は5球目、打ちました、大城余裕があります、バックネットの前でボールをつかみました。ライト島田、第9、投げました、スプリット決まってストライク。第2球投げました、打ちました、いい当たり、取りました、これで3アウト。先ほどのプレーです。二塁ランナー梅野、残塁に終わりました。2回が終了しまして0対0です。3回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは北村、第4球を投げました、アウトロー、外れてボール。第5球投げた、インコース低め、見逃し三振。さあ、リプレイです。バッターはピッチャーサンチェス、サンチェス背番号15。投球これから2球目、打った、ボテボテの当たりはショートゴロ、アウト。
これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って松原。第3球を投げた、ボール。次が4球目、投げた、打ったに当たりだ。一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。西三者凡退に抑えています。3回の表が終わって0対0です。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは若林。アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。ショート坂本。第1球投げた、初球外れてボール。第2球投げた、2球目空振り。投球はこれから3球目。インコース低めいっぱい、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、サークルチェンジ、見逃し三振。バッターは4番岡本、今日2度目のバッターボックス。第6球を投げました、内角低めいっぱい、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。西、この回見事な投球でした。4回の表が終わって0対0です。0対0で迎える4回です。ワンアウトランナー1塁という場面で梅野、投げました、ボール。第2球決まった、ストライク。投球は3球目、投げました、打った、痛烈な当たり、センター下がった、ヒットになります。木浪2塁回った、梅野ツーベースヒットを放ちました。タイガース先制のチャンスを迎えます。リプレイをご覧ください。5回の表、1点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、この回のトップバッターは丸。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。2球目ストライク。第3球を投げました、低め外角ストライク。第4球を投げた、カーブはボール。インコース低め、次は5球目、投げた、145キロ直球、空振り三振。4連続三振、先ほどのプレーです。バッターは6番ウィーラー。第2球投げた、外角低めいっぱい、ストライク。これで追い込みました。投球は3球目、投げた、打ちました、セカンドから一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番大城。第3球を投げた、打ちました、ファールボール。第4球はサークルチェンジ、空振り三振。西、この回もきっちり三者凡退に打ち取りました。5回の表が終わって1対0です。ジャイアンツ追う展開で迎える6回です。バッターは中島。第4球はインコース低めいっぱい、見逃し三振。高木に代わりまして吉川直樹。第9背番号29、投げました、ストレート決まってストライク。まずは決めてきました、投げました、空振り。カーブに全くタイミング合いません。投げました、1球外した、ボール。第4球を投げました、外角低めいっぱい、見逃し三振。打順は1番に帰って松原。第3球を投げました、打ちました、ファールボール。第4球を投げた、外れた、ボール。第5球投げた、打った、ファール。次が6球目、投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、これは内野ゴロ。西取ってアウト、スリーアウトチェンジ。西好投を続けています。6回の表が終わって2対0です。高木降板、右の田中、今日3番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第1球投げた、見送ってストライク。第2球投げた、
打ちました、ファールボール同期は3球目、投げました、見送ってボール、投げました、打ちました、ファール、投げました、打った、これは強烈、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、スタンドへ突き刺さった、スプリットを完璧に捉えました。3対0タイガースリードを3点に広げます。さあチームメイトからも祝福を受けます。さあリプレイです。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは若林、投げました、打った、一、二塁間のゴロ、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番坂本、ここまで2三振といいところがありません。投げました、直球に送ってストライク、第4球を投げた、サークルチェンジはボール、投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。第3球を投げた、アウトロー際どい球、ボール、第4球は見逃し三振、バッタースタンドからカラフ、タイガースリードで迎える7回です。今日3打数3安打、梅野、打ちました、左へどんどん切れていきます、ファールボール、投げた、打った、これは強烈、打球はそのまま伸びていく、見上げた、ホームラン、ソロホームラン、2打席連発、ストレートを完璧に捉えました。ダメ押しとなる一発、素晴らしい一発にチームメイトも祝福。8回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは丸、今日はセカンドゴロと三振、第3球を投げた、アウトコース低め、見逃し三振、西、見事なピッチングです。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。右バッターボックスは6番ウィーラー、今日は三振とセカンドゴロ、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。バッターは7番大城、ここまで2三振といいところがありません。投げました、ストレートはボール、アウトローへ、投げました、打ちました、これはセカンド正面、アウト、スリーアウトチェンジ、西ノーヒットノーラン達成なるでしょうか。これが進化したベースボールスタイルだ。タイガース追加点のチャンスです。ツーアウトランナー三塁という場面で梅野、投げました、変化球に送ってストライク、第2球、投げました、打ちました、ショートの後方フラフラっと上がっている、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。タイガース三塁残塁、8回までが終了しまして7対0です。バッターは8番中島、これが2度目のバッターボックス、投げました、インコース低めいっぱい、見逃し三振、大江に変わりまして中田、第5球、投げた、ボール、内角低め、第6球は内角低めいっぱい、見逃し三振、ライト1球目ストライクから、投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク、さあ次の1球が最後となるか、投げた、打ちに切れ込むスライダー、空振り三振、西ノーヒットノーラン達成、タイガース完勝です。投手は西、敗戦投手はサンチェス。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただき